初はどうなるかと思ったけど、決勝に進めてよかったね。まぐれとはいえ、強敵スリーピングアウルを倒せただなんてすごいよね。まぐれじゃねえ、俺様の実力だぜ。いや、まぐれでしょ。みんなの個性と分担したキャラクターの組み合わせがうまくマッチしてたのも大きいと思うよ。うん、このゲームザクセリオンはマネーシステムじゃないから、サブマシンガンやショットガンのキャラクターも強くて結構使えるんだよね。マネーシステムのゲームだったら、俺貧乏症だから高い武器買うのが怖くて勝負にならないかも。ザクセリオンはどれもそれなりに強いから、癖のあるキャラクターを上手い人が使うと強敵になるんだ。ユウも真田なんて癖の強いからよく使いこなせるよな。ショットガンは影から飛び出してすぐ狙わずに撃てるからいいんだよ。ユウは耳が良くて壁裏の敵の位置をつかむのが上手いもんね。マップの距離感がつかめてるから。映画の撮影現場でも歩く距離の歩数を全部頭に入れてるし。マジで？ユウ、隠れるのも上手くない？カメラの画角を読むの慣れてるから、自分が相手の画面に映ってるかどうか肌でわかる。すごいなそれ。ベテランに習ったの。昔の役者はみんなできるんだって。そりゃ接近戦に強いはずだ。でもそんなのは全部おまけ。私が強くなったのはただずっとザクセリオンで遊んでたから。そう、ザクセリオンで遊んでいればまたシュンと会えるんじゃないかって。そういえばユウの戦い方って爆裂くんに似てるよね。え？ああ似てるかも。うん、似てる似てる。そう似てるんだ。私爆裂くんって人に。うん、そっくりだよ。じゃあ爆裂くんってすっごく可愛いんだ。そこで黙んなよ。